今僕は太宰府に来ています。福岡県の太宰府に来ています。今回はめちゃくちゃ美味しいお店があったので紹介したいと思います。それはもう今来ているんですが、三蔵さんです。太宰府から、まあ、山というか登って30分ぐらい歩いていくところにある三蔵さん。ここ鶏肉の概念が変わると言われていまして、最高に美味しいと思うというか、もう今食べてるんですけど最高に美味しいので紹介したいと思います。いや、これすごいとこにあるね、本当に、ね、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん、めっちゃ景色いいじゃんすごいとこね、ポツンと感すごいな、すごいな。鶏刺し、酒もいっぱい、マジかさ、ここあれだわ、マジリピだわ、マジいい感じ、やばいやばい、パッともいける、うまっうま、マジうま、これタレいく、うん、マジうまいよ、うまいね、うん、うまそう、うまそう、レバーいや、マジうまそう、めちゃくちゃうまそうやん、さすが、めちゃくちゃ美味しかったです。それでは、太宰府来ているので太宰府観光もちょっとしていきましょう。太宰府トレイン旅、すごい駅だね鎌倉っぽい、鎌倉っぽい、でも駅の感じはね江ノ島っぽい、あー、わかるわかるえ、でも結構人気な店並んどんの、冷凍って書いてある、ああうまい、めちゃめちゃうまいや、使う、うまそうやな、太宰府天満宮です。はい、かまど神社に到着しました。鬼滅の刃のブームなのか、人がめちゃくちゃいます。ただ目の前にすごい綺麗な景色が広がってます。それでは行きましょう。かまど神社です。うわ、すごい人、すごいな、めちゃくちゃ綺麗やん、いや、めちゃくちゃ綺麗やん、かわいいね、こうでした。めちゃくちゃいいサウナ、セルフロウリュもできるし、なんといっても外気浴も景色がやばい、マジで。このパノラマ温泉って書いてあるんですけど、マジで景色綺麗で最高でした。もう本当におすすめのサウナです。泉寺に戻りましょう。台湾水滝いろはです。
今到着した。水石どれ？おお。絶対うまいやん。プロプロですね。庭が素晴らしい。おお、うまいわ。マジでうまい。どうでもいい。マジで。めちゃくちゃ近い。